晴らしい。さあ、ということで最初はまず僕たちフェイフェイのワイドチャンネルからいきたいと思います。はい、僕らの企画でございます。はい、これ見て、ロゴ見て、ロゴおしゃれ見て。あ、ほんま、誰が作ったのこれ。これ僕です。なんか聞くと、これ僕ですって言いそうな人おったり。裏に、そう、裏に、そうだね。さあ、ということで、我々の考えてきたコーナーはこちら、ディズニークイズ。詳しいですから、ディズニーを出していきますと。なので、そうにはね、歩いていっていただければと思います。座してくれるやん。はい、座っていいですよ。お好きなとこ座ってください。もう、エレラッと答えててください、今度。でも、あげたい。あ、お前ら、あの、組み立て。確かに、息の穴、あ、ほんとだね。せーの。正解していいんですか？言わないの、お前は、せーのって言うて。言わないんだ。せーのは先に。正解していいです、もちろん。もちろん。もちろん正解してください。正解をしてくださいですよ。そうです、クイズ。もちろんそうです。はい。さあ、まいります。最初の、問題ですね。問題はこちら、はい、キャストがゲストに絶対に言わない言葉、いらっしゃいませ、はい、と、もう一つは何でしょう、はい、これ、いらっしゃいませがね、だゲストですから、うん、お客様じゃなくてゲストだからってことで、いらっしゃいませって言葉は、まあ、言わないようにします。お客様とゲストの意味合いを知って、聞きましょうか。キャストが、ゲストに絶対に言わない言葉は、使います。言わないね、言わないね、言わないね。正解、言わないけど、うん、それ正解ですか、不正解ですか。いや、一応不正解です。一応そう、ね、言ってもいいんだよ、最悪。これは最悪、マニュアルにはない性能を言っちゃダメですよって。言っちゃダメですよってことなんだ。マニュアルに書いてるのは、そうです、そうです、そうです。あ、じゃあマニュアルに書いてるのはこっちです。あ、中丸君、キャストのゲストに絶対に言わない言葉は、一時こ、これ言わないで、言わないよ、それ言わない。言うシチュエーションがないじゃん、だって俺も絶対言わないようにっていう。これも違いますね。じゃあ中田君、どうだ。キャスターゲストに絶対言わない言葉とは。お前の差し加減だろ。言わないよ、言わないよ。めっちゃ言ってくる。その作戦だけはいける。この作戦だけはいける。なかったの、作戦だって何もないぜ。お前が見てた白紙だぜ。なんだ作戦って言ってくれよ、みんなに。その作戦の一方、キャスターゲストに絶対言わない言葉とは。安倍政権、あれなんだ。その作戦で言うか、それ。その作戦のことだとして。さあ、お客様のことを考えていきましょう。そう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 。わかりました、わかりました。行こうか、はい。キャストのゲストに絶対に言わない言葉とは、ディズニーシート高いんで、うん、またお越しください。あ、これ、あー、なるほどね。あー、めちゃくちゃいいじゃん。これは違う。これでも言ったらあかんで、ガンガン言います。だいぶ言ったらあかんで、言うんだ。でもまた、いつでも来てくださいよっていう、ね、その無理せずにっていう、うん、そうね、その命令系じゃなく命令系じゃなくは言いたいです。いや、解答なんだから。いや、言わないよ、解答。めっちゃ強い。俺も正解だと思ってる。違う。いや、でも、いいかな、正解でいいでしょう。ダメですよ、ダメですよ、ダメですよ、ダメですよ。違うって言って。正解は、こちらです。はい、わかりますか。ああ。知ってるわ。これ絶対言わないの。絶対言わないです。何かもしわからないことを聞かれたとしても、分かる人にインカムとかでつないで何かしらの回答を与えるっていうのが重要なんです。安倍政権であれなんだって言われても分かんないこと、分かりませんです。え、じゃあ、分かりませんですじゃなくて、分かりません、インカムで自信持って分かりませんです。はっきり言うの。その場合は分かりませんです。さあ、続いての問題、こちら。セントブジアスの指定怪獣が怒ってる理由は。セントブジアスは当たり前みたいに言わんといてほしいわけ、こっちは。確かに。まあ、でもそりゃそうよな。セントブジアスの音が説明してはセントブジアス。ないです。全員ない。はい。で、はい、セントブジアスがどういうアトラクションかっていうと、まあ、簡単に言うと、地底探検に出かけるんですよ。うん、で、これお話があって、地下室、まあ、地底、もっともうマントルのレベルの方まで、こうバーッと探検に行くんだけども、これの、まあ、乗り物があるわけ。車に乗り込んで探検に行くんだけど、これが99台したアトラクションがない、はい、乗り物が。なんで100じゃないかっていうと、この地底怪獣がこのみんなに対して怒って1台ぶっ壊したの。あら、それのせいで99台しかなくて、アトラクションの途中に出てくるの、この地底怪獣がバカーって怒って、はい、そいつの左下を見てみると、その壊された車が置いてあってみたいな、あー、いいですね、あったりするんだけど、そもそもなんで怒ってるんでしょうか、この地底怪獣はって。僕らでもその理由で怒る理由あります？その怒る可能性あります？その理由で。あ、もし自分がそうだったらもちろん怒りますし、はい、はい、ちょっとヒントで言うと、メスです、この指定会社は。変なタイミングだな、ヒント。
手挙げてる人がいる、はい、さあ聞いていきましょう、不正展示が起こっている理由とは、その100台でうちの1台で、その1台が大江戸線でなめんな、そう深さで負けねえぞ大江戸線、深いけどなめんなってけど、そんなんで組んだ的なの言い換えだ、指定怪獣そんな立ち位置立ってないから、違います違います、はい、そう、そうみんなでいこうか、指定怪獣が起こっている理由とは、大切に産んだ卵からアメリカ人が帰って気まずそうにしてる、気まずかないじゃん別に、でそちらにバレて怪獣がみたいな顔で見ててで、一体ドン、はい、違います、ワードとして欲しいのは入ってるんですよ、えあ、卵や絶対、卵でしょ、メスだから、はい、メスだから卵、あ、卵よ、なるほど、そろそろ最後にする、はい、そろそろ最後、じゃあ今日も行こうか、指定怪獣が起こってる理由とは、多分ね、イライラしてるってことだと思うんですよ、うん、で、まあ地底やから、うん、日光によって生成されるはずのビタミンが足りていない、そういうことじゃないだろ、絶対にで、うん、イライラして起こってる、日光当たってないから、うん、日当たってないからね、違います、違うね、もう一緒に来るよ、え、みんなに行く、指定怪獣が起こってる理由とは、口頭で言います、あの口頭で言います、口頭だって書かなくていいじゃん、時間がなさそうだった、大丈夫だよ、大丈夫だよ、あの卵を割られた、おお、なるほど、まあほぼ正解です、はい、さあ、自分の卵を狙われたと思ったから、ああ、ほら、ほら、新しいの途中でその卵の横を素通りするのよ、うん、で、それを狙っただろうっていうので怒って、あ、ラストの問題いきます、よっしゃ、いきます、じゃあ、はい、名台詞クイズ、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、見た、さあ、そういうことを増える、これはこれがですね、名台詞で塔の上のラプンツェルの中のシーンで、うん、ラプンツェルがこうプリンスのプリンライダーっていう人に、うん、プリンライダーっていう人に、うん、夢が叶う、今から夢が叶うかもしれない、ラプンツェル、ね、自分が18年間抱いてた夢が叶うかもしれないっていう、うん、なった後に、うん、夢が叶ったら私は次どうしたらいいの、あ、なるほど、ね、叶ったら疑問を投げかけるんですよ、うん、それに対してこのプリンライダーがなんて答えたかっていう、はい、はい、じゃあ、ここに行きましょう、じゃあ、言って、はい、夢が叶ったら私は次どうしたらいいの、サブリッチャーどこにも出口、違う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 、別の作品、違う作品なかった、何サブリッチャー、そんなせいで、ね、おかしなこと言ってもいい、サブリッチャー、違うよ、そういうの大好きだよ、はしょりすぎ、いろいろはしょってるから違いますよ、高崎、あ、行く、いいよ、さあ、行きましょう、お願いします、夢が叶ったら私はどうしたらいいの、あなたの髪をラックスで仕上げなさい、違います、なんで俺に言うんだよなんで俺に違います、違います、違うんだね、違います、さあ、宮城君、途中までしか言ってないんですけど、そんなの出すなよ、手挙げてたのに、はい、できたら、じゃあ、いい夢を読むだけ、はい、みんなに考えます、夢が叶ったら次、私はどうしたらいいの、多分、もみあげよ、てれてのここがキーポイントです、違う、お前ら大喜利中に大喜利出すんだよ、今ちょっと変化した、じゃあ、もう最後、頑張っていきましょう、また次の夢ができるよ、あー、いい、ほぼ正解、正解は、はい、それが楽しいのさ、次の夢を見つける、あー、それが楽しい、あー、ほぼ正解にしないでください、悔しい、珍しい、珍しい、しいさあ、ということで終了でございます、はい、さあ、ということで高崎が一問正解したな、はい、そう、ということで高崎の印象です、ありがとうございます、卵を割られた、おお、なるほど、まあ、ほぼ正解です、また次の夢ができるよ、あー、いい、ほぼ正解、高崎の印象でーす、高崎の印象でーす、高崎の印象でーす。